ジェームズ・ギルレイによる当時の降説を反映した風刺が、死闘を受けた人々の体から牛が生えている。牛刀は牛刀ウイルス感染を原因とする感染症。牛刀ウイルスは、ポックスウイルスか、オルソポックスウイルス属に属する DNA ウイルスであり、猫か動物、人、牛など、主児の動物を宿主とする。猫か動物では感受性が高い。 症状として、急収、結節、水泡、脳泡を形成する。人では、症状が軽く、反根も残らず、しかも禁煙である、天然痘ウイルスに対する免疫を獲得できるので、18世紀末に、エドワード・ジェンナーにより、死闘に用いられていたと思われていた。しかし、1930年代以降の研究で、天然痘ウイルスと牛痘ウイルスには、 免疫交差の作用はなく、主闘に用いられているのは全く別のウイルスによるものと判明し、後にワクチニアウイルスと命名された。このワクチニアウイルスの由来について様々な研究がなされてきたが、この中で牛痘ウイルスが経済されていく間に変異し、ワクチニアウイルスとなったと考えられていた時期もあったが、2013年に モンゴルで採取されたウマトウイルスのゲノム解析をした結果、首藤に用いられたワクチニアウイルスとウマトウイルスのそれが99.7%一致し、ウマトウイルスもしくはその禁煙のウイルスであることが分かった。つまり、ジェンナーの首藤はたまたまウマトウイルスが感染した牛を首藤として利用した結果生まれた偶然の産物であり、首藤に 牛刀ウイルスは関係していなかったことになる。ただし、ジェンナー自身も牛刀は、馬の関節にできる、グリースという病気がたまたま牛に移り発症すると考えていたため、馬由来の病気から牛刀が生まれると理解していた可能性もある。天然痘ウイルスが、牛刀ウイルスと同じポックスウイルスか、オルソポックスウイルス属に属しているためで、 牛糖ウイルスと天然糖ウイルスの DNA 延期配列も告示していることが判明している。ありがとうございます。